おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は BBM 千葉ロッテマリーンズベースボールカード2023を1ボックス開封したいと思います。ということでね、令和の怪物佐々木朗希山口選手って書いてありますね。で、まあ佐々木朗希くんのカードは、はい、レギュラーとあとサブセットが2種類ですね。松川選手とのコンボカードとあとギフテッドっていうのもありますね。でインサートでキャッチザウェーブがあってでフェノムというカードが6種類あるので、はい、この辺が佐々木朗希くんですね。でさらに上を行くとシリアルがね、トレジャーだったりエスペランサだったりあとアンティークにも登場しますということですね。では行ってみましょう。まあね、なかなかねサインが出ないボックスなんでね、どうなるかっていう感じですかね。はい、こんな感じですね。はい、では行ってみましょう。1パック目、はい、まずは二木選手が出ましたね。先発ピッチャーですね。お、早速ルーキーカード出ましたね。高野選手ですね、ドラヨンのピッチャー。お、早速インサート、友杉選手のルーキーインサートが出てきましたね。チャプター1ですね。でキラーカードは井上選手、東條選手、ベルドモ選手、ルーキーの金田選手ですね。はい、早速ね1パックでね、ルーキー選手が2人出ましたね。はい、西野選手、あ、サブセット出ましたね。こちらは種市選手と岩下選手、キラは西野選手、佐藤俊也選手、ギフテッド出てきましたね。山口選手ですね。お、朗希くんの、レギュラー出ましたね。嬉しいですね。国吉選手。はい、3パック目です。岡選手、お、藤原選手ね絶好調ですからね。金田選手のキラーカード、平沢選手、はい、カスティーヨ選手、あ、僕の好きな菅野選手ですね。で、荻野選手と高部選手のコンボカード、平沢選手もねちょこちょことね頑張ってましたね。はい、和田選手、お、これもコンボカード、黒木さんと沢村投手ですね。お、これですね、フェノムカード、佐々木朗希。こちらは2番ですね、6種類のうちの2番ですね。プロ初勝利カード。でキラの茶谷選手、中村選手、山口選手、坂本選手、元ヤクルトですね。はい、小沼選手でいいのかな。はい、小沼選手。はい、キャッチザウェーブは山口選手ですね。でキラは沢村選手、ギフテッドの高部選手、松川選手、藤岡選手、中村選手。はい、じゃあこう手前の列ラストです。ポランコ選手、本前選手、
キラは山口選手、田中選手のルーキーですね。小川選手、吉井監督かっこいいな。はい、佐藤選手。じゃあ真ん中の列いきます。はい、種市選手、スパークが出てきましたね。山本選手ですね。はい、若手ですね。三馬投手、ギフテッドの佐々木朗希くん、角中選手、土井選手、高部選手。はい、三木選手、おお、サイン出た。三木選手三木選手何年目だろう。一応通算9年って書いてありますね。はい、ではサイン見てみましょうか。どっちから行く？バッターだ。この顔わからん。山本選手だ。山本選手ってあの若い選手ですよね。はい、55枚限定でした。はい、サイン出ました。びっくりした。カートンから7枚しか出ないからまず無理だと思ってました。はい、菊池投手ね、ドラ1のキラ、石川選手、沢村選手、菅野選手、佐々木朗希くん、これダブリも嬉しいですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。いやー、びっくりしたな。サイン出るとは思わなかったな。はい、鈴木選手ね、西川選手で、はい、こちらもね、佐々木朗希くんのカードです。番号は5番ですね。史上最年少の完全試合ですね。西川選手のキラ、安田選手、東選手、荻野選手。はい、スパークですね。西川選手、山本大輝選手、このサインってこの人ですね。イースタンリーグ3位の12ホーマー、フェニックスリーグでもホームラン、大砲みたいですね、どうやらね。はい、小島投手、キャッチザウェーブの石川選手で、キラが岩下選手、井上選手、カスティーヨ選手、角中選手。はい、唐川選手、江村選手、山本選手、この人だな。うん、サイン。ペルドモ選手、田中選手、東選手、メルセデス選手ですね。巨人からね、移籍してきたメルセデス選手ね。はい、茶谷選手、森選手、小島選手、佐藤選手、ギフテッドの山口選手ですね。松川選手、上田選手。はい、じゃあ最後の列いきます。まだね、パラレルが出てないのでね、この列に入ってるんでしょうかね。中森選手ですね、出てきましたね。はい、三馬選手、安田選手のキラ、石川選手、菊池選手ルーキー、メルセデス選手で、朗希くんの2枚目。あと、キラも出てくれるといいんですけどね。はい、秋山選手。はい。で、インサートパラレルが石川選手ですね。金紙ですね。200枚限定。
増田投手のキラ、小川選手、安田選手、上田選手、はい、安田選手と山口選手のコンボ。これでね、まだ佐々木朗希君が出てないですね。山本選手、中村選手、秋山選手、小野選手、高部選手、横山選手、三馬選手。あと1枚ぐらいインサートパラレルが、レギュラーパラレルがまだ出てないですからね。レギュラーパラレルが出るんでしょうかね。あ、ここで朗希くん引けたのは嬉しいな。やった。沢村選手。はい。こちらもね。大下選手はオリックスからね、来たのかな。はい。国吉投手。あと2パックです。おお、なんかめっちゃ光ってるな。こちらは池田選手で、じゃん。おお、松川くんのキラですね。120シリでした。で、佐々木朗希くんのキラが出ました。嬉しいな、これ。佐藤選手、横山選手、西村選手。で、金田投手。金田投手は、内野手だ。金田選手はルーキーですね。じゃあラストです。福田選手、八木選手、高部選手のキラ、西村選手で、最後にね、このコンボの佐々木朗希くんと松川くんが出てくれました。で、井上選手、最後は藤岡選手でした。はい、サイン出ました。山本大斗選手ですね。楽しみな、選手で、吉井監督から、ダイナマイト山本とね、言われておるそうです。で、佐々木朗希くんもね、こんな感じでね、たくさん出ました。はい。ということで、そうですね、はい。パラレルもこんな感じでしたね。サインが出たシリアル3枚ボックスでした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思う方は、またグッドボタンをね、押していただけると嬉しいです。で、開封動画、紹介動画を見たいと思いましたら、チャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。